本島、那覇から南西に440キロ、石垣島から高速船でおよそ40分の海上に東洋のガラパゴスと評される秘境の島があります。いやどうも、広辺投石駅入表にやってまいりました。地球の4分の3を占める海、そこにはまだ私たちが目にしたことがない多くの楽園が存在します。太古の昔から続く生命の営み、そして驚異の大自然、海を愛する人たちへ伝えられる海からのメッセージは、日本の海はもちろん世界中の海へと皆さんを誘います。ナビゲーターは水中探検家広辺投石駅。世界の海を知り尽くしたスーパーガイドとともに魅惑のポイントを攻略、水中生リポート。知られざる魚たちとの出会いと驚きの生態が明かされます。今回は東シナ海に浮かぶ日本屈指の亜熱帯の島、西表島を知り尽くし水中写真家としても有名な矢野コレチカさんをスーパーガイドに秘密のポイントを攻略。サンゴの楽園で出会った感動の瞬間とは。上陸してまず最初に、牛舎で有名な由布島にやってきました。これから、僕の、尊敬するスーパーガイド矢野さんのところに行きたいと思います。それでは、今回、素晴らしい矢野ワールドを、ゆっくり楽しんでください。島の 90% が亜熱帯のジャングルに覆われている西表島は、太古の野生が広がる沖縄の離島の中で一番大きな島。国内随一のマングローブの森がサンゴ礁を中心とした海の豊かな生態系を支えています。西表は東洋のガラパゴスと呼ばれる奇跡の島なのです。そんな西表でダイビングサービスを営む矢野さんの船に早速乗せていただくことになりました。おはようございます。今回のスーパーガイド矢野コレチカさんは、西表の海を知り尽くした日本が誇る伝説のダイバー、水中写真家としても有名で、今まで数々の新種を発見。西表の海の魚たちを撮った写真集や日本のハゼ400種類を集めた図鑑などを発表し、ハゼの専門家としても知られています。まさに矢野さんは海のスペシャリストなのです。いよいよ本日最初の西表でのダイビング、矢野さんは一体どんなビッグポイントに私たちを誘ってくれるのでしょうか。上原港からポイントを目指します。矢野さん、今日はどこ行くんですか。今日はバラスの近くのポイントですね。はい、どんな感じのところですか。そうですね、サンゴがとにかくすごく綺麗なところですね。はい、ハナダイがいたりとかスズメダイがいたりとか、とにかく、浅くて綺麗なポイントですね。今日はじゃあその辺をちょっと見せてください。はい、よろしくお願いします。西表島の海の魅力はサンゴの美しさ。サンゴのかけらでできたバラス島周辺はそのサンゴのポイントとして有名。今日は水は綺麗そうですね、かなり。あ、そうですか。サンゴの綺麗なとこだからね、はい、すごく今日は感じがいいと思いますよ。これ矢野さんおすすめのサンゴのポイントに到着です。ちょうど引き始めでちょうどいいかもしれない。いや、多分短くていいからさ、あんま長くしなくていいよ。じゃあブリーフィング始めます。今ね、島の向きがね、こういう向きです。これで船のね、ちょうど後ろに見えるのは鳩間島で、これです。この島がそうで、ちょうどね、右横ぐらいに見えるのがバラス島。
サンゴのね、サンゴのかけらでできた島ですけどね、砂じゃないです、あれは死んだサンゴのね、かけらが集まってできた島なんですけど、西表のね、まあ、北側に発達してる大きいリーフがあるんですけども、そのリーフのね、ちょうどね、間ぐらいです。これ水路になっててね、まあ、あの定期船とか通りますけども、その航路っていうか水路の真ん中にポツンと細長い根があるんですけども、今いるのがそのポイントです。バラス東って呼んでる。何それ、特徴、そこは何が見られるんですか。特徴ですか、まあ、あのサンゴがね、今言ったようにすごい綺麗なんで、あのサンゴの周りにね、スズメダイがすごく群れてます。まずね、それとハナダイで、スズメダイがね、デバスズメとか六線スズメとかがかなりね、大量に群れてるんでね、それはそれですごく見応えがあります。今、茜花鯉は、茜花鯉はちょうどね、落ち際のリーフエッジのところにすごく群れてますから、それはね、あの帰り際に取れると思います。野川さん、はい、野川さん、やっぱりここの矢野さんのとこは何回目ぐらいなんですか。10回ぐらいかな、もうちょっと少ないかな。矢野さんのとこ10回目ぐらいかな。では、なんでそんなに来るんですか。それはもう海の中のスーパーガイドだからですよ。矢野さんと潜ると常にサプライズがあるから。今回はどんなサプライズが待っているんでしょうか。矢野さん、ところで所要時間は80分ぐらいじゃないですか。80分ぐらい、長いですから。それでは矢野さん、ガイドをお願いします。はい、エントリーするとすぐ目の前に広がるのは一面の緑石系サンゴの群生。枝サンゴやテーブルサンゴの周りを乱舞するコーラルフィッシュたち。手つかずの自然とその水中風景はまさに楽園です。ここでスーパーガイドの矢野さんが何かを見つけたようです。ダイバーたちを呼び集めました。それとね、あのさっきからスズメダイの話、のドロップオフの崖のところにね、まあ、海外ではね、そういうの特に珍しいわけじゃないけども、山吹スズメ、黄色いやつ、日本ではね、あのやっぱり数が少ないんです。これがね、あのドロップオフの15メートルぐらいのところの壁に数個体いるんですけども、卵をね、今よく見てますから。幼魚は出ない。幼魚はまだ出てない。今ちょうどね、卵を見つけてるところだから、あのビデオはね、面白いかもしれない。あの内から松のこう死んだ根元とかね、そういうところに卵を結構見つけてますから、それを守るところはね、ビデオも。癒しのサンゴ礁エリアではコーラルフィッシュはもちろん、珍しいエビやカニなどにも出会え、ビギナーでも安心してダイビングを満喫できます。豊かに発達したサンゴ礁の海で、矢野さんは次々と海の生物を発見し、丁寧に紹介してくれます。経験豊富で海を優しく見守る矢野さんならではのガイドは、ダイバーたちを幸せな気持ちにしてくれました。
れ様でした。今回1本目のダイビングは終了。ひとまず西表の上原港に寄港します。寒そう。ハゼのスペシャリスト矢野コレチカ、ハゼの魅力を語る。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。今回は、海からのメッセージ、第1回目ということでですね、僕の尊敬する、スーパーガイドでありカメラマンである、矢野コレチカさんのところにやってまいりました。今回はよろしくお願いいたします。こちらこそ。まあいろいろ聞くと思いますが、嫌がらずあまり答えられないかもしれない。まず矢野さんといえば、ハゼ、はい、ハゼといえば矢野さんっていうぐらいにですね、この、まあ、日本のハゼのこれ僕も持ってるんですけど、ものすごいですよね。これなかなかこの瞬間に会えないんですよね。このヒレの開いた瞬間とかっていうのは、これは開いた瞬間というのはどういう時なんですか。どういう時っていうか、まあ魚にもね、やっぱりこう興奮して広げる時とかいろいろあるんだけども、はい、やっぱり繁殖期がね一番その可能性が高いから、やっぱハゼにも繁殖期があるので、その時期を狙えばね、意外とこう広をきちっと開いてる写真が撮れたりとか。やっぱりこれ、まあ、色もすごく綺麗になるんですね。これもやっぱり繁殖期は混色が出たりとか、そういうことでやっぱり綺麗になるんじゃないかなと思いますね。ハゼの魅力っていうのは何なんですか。ハゼはね、まあ魅力はいっぱいあると思うんだけども、はい、まず種数がかなりいっぱいいて、あとは生態的にも面白いハゼがいっぱいいる、はい、でしかも一般の方は、まあ、普通のマハゼをイメージしてね、あんまり綺麗じゃないと思ってる人がいると思うんですけども、実は綺麗なハゼもいっぱいいる、はい、でしかも環境もね、いろんな環境にまあ、いろんな環境で見られるんでね、どこ行っても見られるっていう、まあ、魅力がもう一つある。だからいろいろ魅力を挙げればキリがないんですけども、だから一つじゃなくてね、いろいろあるっていうこと。それではハゼのスペシャリスト矢野さんに西表のハゼのガイドをお願いします。早速現れたのは化粧ハゼ、サンゴ礁がある砂地に住む愛嬌のあるハゼ。こちらはピンクの瞳が可愛い赤目ハゼ、そしてヒゲを生やしたような顔の赤根だるまハゼ。枝サンゴの中から顔を出したのはイソハゼの仲間。砂地には鉄砲エビと共生するハタタテシノビハゼが、これは草ハゼの仲間。この萌木ハゼは国内では西表島ぐらいでしか出会えない珍しいハゼです。矢野さんはハゼはもちろんのこと、西表のさまざまな場所に潜り、珍しい魚たちを写真に収めてきました。プロの水中カメラマンとして昼夜を問わず海や川で繰り広げられる生命の営みを撮影し続けているのです。そんな矢野さんの水中カメラマンとしての集大成が写真集西表島の海。栄養豊かなマングローブに暮らす魚たち、その自然の瞬間を捉えた矢野さんの数々の貴重な作品が収められた珠玉の一冊です。矢野さんのことを古くから知るダイバー仲間の稲見さんに話を聞きました。矢野さんの写真というと、なんていうのかな、一言で言うと隙のない写真というかね、誰も文句を言わせない写真というか、例えばハゼで言えば、真横ヒレ全開の写真、こういう写真というのはね、なかなか撮れるもんじゃないんだよね。まあ、ハゼはね、3つかな、矢野立ハゼ、矢野裾引きハゼ、あとは矢野浮き星ハゼ、この3つが
あの矢野さんの名前がついてるはずなんだよね。矢野さんとはね、20年ぐらい前に知り合ったんだよね、きっと。同じナウイのインストラクターで、その関係で、あの頃ね、矢野さんってスーパースターだったの、ナウイのインストラクターの中で。伝説の一つがね、スキンで30メートルまで潜って、そこで遊んで帰ってくるとかね。で、いい男で、で、いろんな魚に詳しくてってことでね、そんな人がいるんだっていう時に僕はナウイのインストラクターになったんだよね。伝説のダイバー矢野コレチカ、ダイビング人生のきっかけを語る。海洋博、75年か、1975年。ただ混んでるとこを避けて離島に行きたかったのっていうのがまず第一で、はい、まあ、西表っていうのはあの地図で見ると結構こう複雑な地形をしてるでしょ、はい、だから海も面白いんじゃないかって、ね、はい、複雑な地形してればそれだけ変化に富んでて面白いんじゃないかっていうのが、はい、まあもう一つの理由ね、はい、で島の大きさの割に人があんまり住んでないから、はい、あんまり荒らされてないんじゃないかと、はい、まあそういった、まあ、大体こんなとこが、ね、一番大きな理由かな。あのもちろん西表にはそのスクーバーのね、はい、サービスなんかないから、もちろんもう素潜りで島の周りに潜るっていうか、そういうパターン。ただ素潜りで楽しんで潜ってただけですか。あの魚取ったりとかね、そういうことももちろんやったりとかしたり、はい、昔は、まあ、ある程度ねそういうのは許されてた、はい、あのお世話になってた民宿で、まあ、サービスをやろうじゃないかってことになって、はい、まあ、あのそこではもう当然できないから、はい、手伝ってくれってことで立ち上げから全部携わって、まあ、それが西表にもう住むきっかけになったの。あ、なるほど。それでは矢野さんの西表でのホームグラウンドともいえる上原のポイントを案内していただきましょう。この日の透明度は今一つですが、実に多種多様な生物を観察することができるポイントです。最初に出会ったのはコウイカの仲間コブシメです。そしてハゼの仲間たちが次々と顔を出します。ベストシーズンというかね、まあ、年中面白いから年中ベストシーズンじゃない。鳩間島周辺はどこを潜っても美しいサンゴ礁が堪能できます。水中の景観もバリエーションに富んでいて、何度潜っても飽きることがありません。
を継承する若きダイバー。やっぱり日常生活、人間的なこととかもものすごく勉強になるし、でやっぱり海のこと、魚のことはもちろんですけど、やっぱり人間性をすごく成長させてくれるので、やっぱり矢野さんにはそういった部分ではすごく感謝してるんで、辛い時期とかあってもやっぱ自分のためになることだと思って一生懸命今頑張ろうとしています。スーパーガイド矢野さんに憧れるガイドの一人、矢田部のぞみさん。そんな矢田部さんと一緒に次のポイント、鯖崎東へ。矢野さん、どんな魚に出会えるの？まあ、バラスに限らず、やっぱりこれも4月5月とかね、はい、あの大潮と関係してるんだと思うけど、あ、バラスじゃなかったでしたっけ、あれは、あのポイントは。いや、バラスの近く、インダビシラ、はい、やっぱりあの繁殖行動だと思うんです、はい、時期になるとオスメス集団で集まって、まあ、集団で産卵をするんだと思う。それはやっぱり5月とか6月、まあ4月も含めてだけども、この時期の大潮。やっぱりあの、ここインダビシュ西には、初夏になると様々な魚たちが産卵のために集まってきます。の間からヒフキアイゴの大群が現れました。普段は1匹2匹で泳いでいるのですが、初夏になると産卵のため、このように仲間同士で群れを作ります。1年に1回、この時期、この場所でしか見られない光景です。矢野コレチカがいざなうマンタワールド。あの、鹿野川はなんでマンタが来るんですか？なんででしょうね、
3月とか4月とかね、5月が特に多いんだけども、やっぱ繁殖が若干関係してるのかなと思う。大体見れる時は追っかけっこをしてるっていうかね、まあ、メスの後ろをオスが追っかけて、結構根の上を動き回ってるっていうパターンが多いから、おそらく、繁殖行動だと思う。湾にあるポイント鹿野川、巨大なアザミサンゴの周辺に初夏になるとマンタが現れます。鹿野川は西表のマンタポイント。マンタ以外にも外洋から来た大物に出会えるサプライズが待っています。早速大空を舞うように一匹のマンタが現れました。野生に出会える元気の島西表。亜熱帯の島西表は年間2500ミリを超える豊富な雨が降ります。40以上の川が流れ、独特の生態系が見られる奇跡の島。太古の野生が島のあちこちで見られます。こちらは天然記念物の周防の木。仲間川には遊覧観光船が運航していて、河口から10キロほど遡ることができます。島独特の生態系を語る上で欠かせないのがマングローブ。海岸線には延々とマングローブの森が続いています。に代表される固有生物を守り研究する施設などもあります。そして牛舎で有名な由布島。島には歩いて渡ることもできます。日本最南端の温泉、西表島温泉。島に宿泊するには民宿やペンションを利用します。西表の旬の野菜や果物が安く売られているスーパーなどもあります。島
島の景色の一つ一つが島を訪れた人たちを元気にしてくれる、そんな西表島です。海からのメッセージ、オフィシャルサイトのお知らせ。番組のオフィシャルサイト海からネットでは、撮影秘話やもっと知りたいポイント情報などを詳しく紹介しています。また海からのメッセージの取材裏話は月刊ダイバーでも見ることができます。海からネットは海を愛するダイバーと番組をつなぐオフィシャルサイトです。さあ今すぐアクセスしてね。パラダイスアイランズツアーピットでは、西表へのダイビングツアーを企画しています。ダイブサービスヤノと提携し、西表のビッグポイントへ。その他にもホットマングローブなどのサービスも手配できます。詳しくは海からネットのリンクボタンからどうぞ。西表で矢野さんが古くからのお友達、池井さんを訪ねました。本当にレプリカを作る。じゃあここにあるやつはもう全部本物の。本物にほとんど近いような形でできてると思って。あの、そう。あ、臭かったもんね。そうそうそう。これはメカジキ、これ。うん、メカジキ。でかいね、これでかいメカジキ。元ウミンチュの池井さんは、西表で取ってきた魚を石膏でかたどり、それに色をつけ独特な作品を作っています。1年間で作り上げるのはわずか20体ほど。まるで生きているかのような出来栄えです。あれですね、矢野さんとはもう知り合ってない。これ西表は矢野さんと一緒くらいで30年くらいあります。ああ心ですよね。今回広部がお世話になった民宿はこちら清見荘。ご主人にお話を伺いました。西表ってどんなところですか？そうですね、自然がいっぱいありましてですね、はい、まあ、夏は果物も美味しいし、まあ、たくさんの方が来てくれますし、いいところですよと、はい、あの観光の名所とかっていうのはもういっぱいありますが、特に有名といえば浦内川もありますし。夜になればご主人が奏でる三線の音色が宿泊客たちをもてなしてくれます。西表ではまだマングローブがこのようにちゃんと残っています。カニがこうマングローブの木の根っこに、あの泥の中に穴を掘って住んでるんですけど、ね、そういう穴を探して穴の近くに設置して、まあ、大体夕方入れて、はい、次の日の翌日の朝あげに行くんですけど。矢野さんとこは何回も来てるんですか？十何年。十何年ですか？はい、そうですか。川は行けましたか？川行けません。5年以上リクエストしてるんですけど、行けません。西表島マングローブの森を攻略。川はね、あのやっぱり 満潮にしか入れないから、まあ、あの年中その満潮に合わせれば入れることは入れるんで、ね、あそこの奥にマングローブとかがある。そうですね、マングローブがあの奥の方に、はい、あのずっと発達してます、はい、あのそのマングローブの川とかにはどういうものが、まあ、あのマングローブ独特の魚もいるし、はい、海から子供の時に上がってくる魚もいるしね、はい、やっぱり、栄養分を与える場所でもあるから、はい、海にとっても大事な場所だ、はい、マングローブにはね、はい、もう一つはやっぱり
浄化作用もあるからマングローブ。ああ、なるほど。そういう意味ではね、いろんな意味でも大事なところだと思いますけどね。まあ、西表って日本の中でも、マングローブがちゃんと残ってるのって言ったら西表ぐらいなんですね。島の周りにね、大規模に残ってるのは、まあ、西表ともう一つ石垣にも、少しあるけども、まあ、規模的に言ったらやっぱ西表が一番すごいんじゃないかな。またちょっとね、形態も違うかもしれないけども、まあ、本当に手つかずでね、自然のまま残ってるっていうのはね、もう本当に西表ぐらいだろうから、まあ、大事に守んなきゃいけないですよね。なるほど。いよいよマングローブの恵みの中へ。水深は満潮でも約1メートルから1メートル50。そこには生命の神秘というかマングローブが力強く生えていました。マングローブは魚の幼魚の時の生息場所としてもすごく貴重な存在です。さあ、移動していくとウツボの仲間の珍しいやつが現れました。これはギンポハゼ。いつも穴の中に入っています。そしてメスに向けて自分を大きくアピールします。ツムギハゼです。毒があるハゼとしても有名です。さあ、オイランハゼが巣穴から出ています。めったにこう外に出ている姿っていうのは見れないんですよ。でもゆっくりゆっくり30分ぐらいかけて寄ってですね、やっと気を許したところでいろいろ動き回ってくれました。グローブは海中の中でも、そして陸上でも育つ木として有名です。南サルハゼの仲間が生態行動をやって繁殖行動をやっています。多分今一匹のメスをオスが取り合って自分の体を大きく見せようと思って威嚇をしています。これも繁殖行動があるこの時期にしか見れない行動だと思う。口を大きく開けてヒレを全開にして相手を威嚇しています。これは絶滅危惧種にも指定されているトサカハゼです。ほとんどこういう泥と綺麗な川のこういうところにしか住めません。西表で見つけた海のアイドル。今回のアイドルは浦内川の河口で見つけたハゴロモハゼ。とっても愛嬌のある顔をしたこのハゼは砂底で鉄砲エビと同じ巣穴で仲良く暮らしています。ハゴロモハゼが見張りをしている間に鉄砲エビが巣穴から砂をかき出す。そのコンビネーションは抜群です。
西表神秘のサンゴ礁。日本に生息するおよそ400種のサンゴの多くはここ西表島周辺から報告されているとも言われています。美しきサンゴに魅せられ西表のサンゴの研究をしている入川さん。サンゴ礁が健康である証だと思いますね。すぐ隣にまた別のサンゴがいて、であのスイーパー触手を作れるくらい、まあ、栄養的に余裕がある、水がきれいで自分もちゃんと成長できて、それでもまだエネルギーが余ってるから喧嘩ができる。だからサンゴが元気であるっていう証だと思います、ね、ちょうど人間でいうとこうボクシングのこうグローブみたいなものですよね。入川さんもまた矢野さんに出会い大きな影響を受けたといいます。もっとこう新しい発見があったりするんですよね。それまで気づかなかったことに気づけるようになったりとか、ダイビング自体がちょっと変わるんですよね。自分のダイビングが変わっていくっていう、そういうのを感じるんで矢野さんのところで。なるほど。サンゴのことをいっぱい教えてもらっちゃったりすることもあるんで、多分矢野さんはその魚を見てるときに魚以外にもその後ろにあるものだとか、その魚と誰が深いつながりを持ってるのかとか、そういうことを多分よく見てるんじゃないかなと思います。サンゴでも似たようなものでも種類の違いがいっぱいあるじゃない。そうなんだ。だからそういう違うもの同士がだから一斉散乱したときにやっぱり間違って受精しちゃうんだよ。重なってこうテーブルになってるみたいな、その枝状になってるとこは全部違うじゃない、みんな。あ、これ下のだから隙間だよね、うん、微妙な。あ、入表の海に精通してる矢野さん、普段潜ってる時でも少しの変化を見逃さないダイビングをしています。サバザキで潜っていた時、矢野さんはなんかふと見つけました。矢野さんはいろんなものを見つけるととりあえず写真を撮ります。今回はサンゴを撮ってるようです。こっちは普通のサンゴ、このサンゴは柔らかいです。同じように見えるんですが、ちょっと矢野さんは気になってるようです。これが普通の緑石サンゴ。さはスレートにこれはトサカの一種かもと書いてました。サンゴに精通している矢野さん、そんな矢野さんから少し気になる話を聞きました。いやでも今年はね、なんかね、なんか元気な感じだったけどね、表面見たら。もっとあの白くなってね、なんか元気じゃなさそうな年もあるけどね。吹き出すような感じでぐわっと出すから。緑石とね、そこは違うよね。違いますよ。今回の探検は矢野さんが言ったこのサンゴの産卵を求めて夜の海を探検したいと思います。夜の海を潜るので綿密な計画を夕暮れのポイント上の船の上で行います。このノーサンゴの産卵、世界でも映像に残っているのはほとんどないと言われています。今回の探検で見れることを期待して、いざ夜の海へチャレンジです。エントリーすると一面にサンゴが広がっていました。先へ進むとだんだん日が暮れてきて周りは真っ暗になります。ライトに照らされたサンゴがとても綺麗でした。夜になると昼間はサンゴの奥に隠れた生物たちも現れてきます。それを観察するのもナイトダイビングの一つの楽しみ。心なしか夜のサンゴもまた違った色を出して神秘的に見えました。
見慣れた貝が現れました。宝貝です。普通の宝貝は見たことありますが、こんなに大きくて動いてる宝貝、なかなか見ることができません。矢野さんがこの宝貝を撮影し始めました。最初1匹だった宝貝、2匹になり、そして交接を始める、行動を開始し始めました。海の神秘です。少し潜っていると矢野さんがライトの合図をします。今回の探検のメインイベント、ノーサンゴです。矢野さんによると、このノーサンゴ爆発的な産卵をするらしいです。矢野さんはこの産卵の1年に1回の産卵の5分前が分かるらしいです。呼ばれて5分間、僕らはこのサンゴを見ていると、突然山が噴火したような産卵が始まりました。最初に出るのは白い精子、これが本当火山の噴火のように数回放出されます。そして放精が一段落つくと、最後に卵を放出します。放出された卵は先に放出された精子と一緒になり、また新たなるノーサンゴが生まれることになります。この産卵を見て、やはり鳥肌が立つぐらい感動してしまいました。この海の神秘に導いてくれた矢野さん、本当にありがとうございました。イリエモテはね、まだまだが手付かずの自然が残っていいとこなんだけども、だんだんもうそういう場所が少なくなってきてるじゃないですか。まあこれもう人一人がね、やっぱり意識しないと自然というのは守れないと思うからね、ぜひそういう意識でね、これから自然を残してほしいというのはね、やっぱり一番の希望かな。